あ、ほんまに涼しいなった。ついに来た季節な。ウッディーハートさん、久しぶりに行ってきました。今から金剛山の山道を山内でちょこっと走りたいと思います。前を走るジョー君が着てる T シャツはゴーマルガレージの、ママル君のオリジナル T シャツです。ということで行きましょう。風切り音がしっかり入ってしまいそうな気がしますけども、ご了承ください。今日はね、9月の2日ですけども、ようやく秋の気配を感じれるようになってきました。僕はちょっとね、山の中っていうのもありますけども、かなり涼しいです。やっと夏が終わったかなって感じで、今日はね、前を走る 748R の井上君と同級生の J 君、今日はね、スポーツスター、スーパースポーツとスポーツスター、要するに2台の SS とね、僕のモタード1台、3台で走っております。今日は山道でモタードで SS をかもるというテーマをですね、密かに持っております。この先のワインディングでどこかでこの2台をぶち抜きたいというふうに思います。とにかくね、前を走る2人はライディングフォームが綺麗なんですね。なんか見ててかっこいい。特にね、748に乗ってる井上くんのコーナーでね、バイクをバンクさせていく時のスムーズさ、ほんまにパタンパタンとこうね、倒れてる感じがします。いつもそれをね、僕は後ろから見てるんで、すごく感じるんですけども、ほんまにね、涼しげに走る飛行士のような、言うてみたら羽生結弦のようなね、ライディングをするのが井上くんです。片や J 君の方は僕も同い年なんですけども、去年ね、サーキットに行くという決断をしてから、しっかりとね、ライディングスクールとかレッスンを受けてね、その基本をね、もう一度やり直して準備してきましたんで、ものすごくね、その成果が出てるというか、もともと運転がバイクも車も上手なんで、それに一層ね、磨きがかかって安定感が出たというか、サーキット行った時の写真もね、めちゃくちゃかっこいい。バンクしっかりしてるし、ひざ振ってるし、なんかちょっと頑張ろう俺もっていうね、そんな気になってますね。ちょっと前が詰まったので、その間に余談をさせてもらいますと、ハイパーモタードのハンドル周りもちょこっと変わりました。見ての通りです。はい、もともとね、このミラーにね、ウインカーが内蔵されているタイプのね、大柄なミラーがついてたんですけども、それをなくして、ウインカーをね、小型のものをですね、右左のそれぞれマスターシリンダーのところに移設しました。ウインカーだけ分離してね、でミラーはミラーで単体で、友達の安さんからね、安く譲り受けたこのミラー、これに変えました。このミラーはだいぶ前からつけたかったんですね。というのも、海外のハイパーモータードに乗ってる人がつけてはんのを動画とかで見ててね、あれにしたいなってだいぶ前から思ってたんですけども、その機会がなかなかなくて、ようやくね、つけました。いかがでしょうか。本当はね、もうちょっとこの下の位置につけたいんですけども、どうしてもいろんなものが干渉してしまう、スイッチ類とかね、あとハンドルを切った時にこのタンクに当たるとかいうのもあってですね、で何よりもかなりね、ミラー自体が内側についてるので見えない、場所によっては。で、見える位置で、あまり目立たない位置でと考えると、なかなかね、いいポジションを見出せなかったんですが、ようやくね、バチッとね、ここでハマりました。逆に言うと、ここ以外ないという場所でございます。脇の下からちゃんと後ろ見えるしね、そんなところでございます。もうちょっとしたらがっつり山道に入りますんで、そこでね、今日の目標、SS 狩りやりたいと思います。言葉ではね、言うてますけども、至って安全運転というのがね、僕の動画の特徴でございます。はい、何ヶ月か前にね、この道で前を走るね、井上くんとは知り合いました。一度動画に上げさせてもらったんですけども、あ、748やと思ってね、通り過ぎた井上くんを後を追っかけたというね、で声かけてナンパしたという感じですね。はい、こんなおっちゃんからね、逃げずに相手してくれてありがとう。で、今ではですね、まだ一緒には行ってないんですけども、またサーキット一緒に行こうぜというね、そういうバイク仲間になってくれました。いつも周りにね、おっちゃんしかいない中にね、若手がいるとですね、いろいろ刺激になります。いろんな意味で。へい、前開いた。
出た。さあ、ここからです。 SS やり、これとは全然。最後にここで抜いた。SS 狩りならず。楽しかった。勉強になった。なあ。なゴミ少ないやろ今日。ゴミ少ないやろ。ゴミ。なあ。Jさん。生きてちょっと先行ってくるわみたいな空気出したやろ。全然全く追いつくことも近づくこともできず、うん、最後ここで抜いた。ではではまたね。じゃあ帰りましょう。だら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 喋るツーリングとなりました。ご飯屋さんで1時間半、さっきのスペースで1時間半、ずっとバイクの話してました。若手のエース井上くんの素晴らしいライディングを後ろから見せていただきまして、峠で SS を狩るという、壮大な目的で、出発しましたが、ずっと置いていかれてたというところで、まだまだ僕もね、これから精進していきたいなと思いましたと。ああ涼しい。で今から五条方面にね、下って京奈和自動車道という、自動車専用道路を通って家に帰りたいと思います。サーキットも先週ね最高に楽しめましたけども、峠道もやっぱり面白いですよね。はい、ということで、まあ、これからね、本格的なバイクシーズンが、もうそこまで来ております。ガンガンとね、いろんなコンテンツをね、投稿していきたいと思いますので、これからも皆さんよろしくお願いいたします。
最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら。